乃木坂46の井上和、遠藤さくら、梅澤美波、菅原さつき、佐村真由、与田祐希が9月18日、都内で行われた、ダース新 CM 発表会に出席。お絵描き対決をする中で与田が、画伯ぶりを発揮する場面があった。ダースは、新定番商品として、白いダース、香るマスカットと、白いダース、香るイチゴを発売。乃木坂46のメンバー12名は9月18日より放映される新 CM に出演する。CM では12名が、チームミルクと、チーム白いダースで6名ずつのチームに分かれ、増陽、森の熊さんのメロディーに乗せてオリジナルの歌詞を歌唱&ダンスする。乃木坂46がお絵描き対決。イベントでは、CM 同様にチームに分かれて、お絵描き対決にも挑戦、ダース×クマさんを組み合わせた新しいイメージキャラクターを描く場面ではそれぞれが思い思いにキャラクターを描き、発表した。梅沢は、目と鼻と口を、ダースの英語で、描いた、と説明し、ちょっと可愛くないですか。パッと見た時にダースのあのクマちゃんだな、と分かってもらえる方がいいかなと思ったので顔に全部詰め込んじゃいました、と微笑んだ。与田は、私も、ダース、っていう文字を入れました。上から順に入ってます。目はチョコレートの形、と語り、少々独特の絵を披露した。与田祐希、まさかの優勝に驚き、森永製菓の、ダース、チームの審査の結果、与田が優勝。与田は、本当ですか？大丈夫ですか？と目を丸くし、ちょっと、選ばれると思ってなかった、と驚きの表情を見せた。与田には大きなケーキがプレゼントされ、与田は一口食べて、美味しいです、と声を弾ませた。その後、この子の絵心にはかなわないと思った人、を聞かれた井上は、やっぱり与田さん、と回答。与田は、本気か、と笑い、井上は、与田さんの発想力は私にはない。独特な世界観とか、与田さんの絵好きなんですよ、と語った。与田は、本当に、と疑いながらも、ありがとう。絵がうまいわちゃんに褒められて嬉しい、と口にしていた。